令和三年改正法パーフェクトガイド皆さんこんにちはレックセニコースの根本ですここで私が1月から担当する改正法講義について説明していきますこちら令和元年会社法改正ほとんどのものが本試験で出ることが決まりました試行日が決まりえそして来年の試験に決ま出ることが決まっております それれををここのの講座では攻略すす。る。これを一番の目標にしています具体的にはこの改正2つあります結論が変わってしまうところただこれそんなに多くありません5か所から6か所です多くは新しくできる制度です主にこの新しくできる制度この勉強がメインになると思ってくださいそしてこれを 90分かける3回で攻略していきます回数をギュッと圧縮しできるだけ皆さんの負担にならない講義をしようと思ってますそしてオリジナルレジュメとにかくこだわって作りましたどんな目にこだわったかとまず改正内容が載っているそれはもちろん当たり前ですそして理由付けできるだけ記憶に残せるように 理由づけを入れるようにしていますそして関連図表今までの図表がこうあってこの部分が変わったよといった場合今までの図表も全部え今までの図表を出して結論変わっているところもねもちろん変えた状態で図表をお配りしますそれによって今までの知識と区分けができるあここまでがこうでここが改正点なんだなとここだけ違うんだな っての分かると、その前と比べることによって前知識も強くなります。区分けもできるし、より知識が強くなります。従来、自分が担当している講座、パンフェクトローラー講座の図表集、その部分を多く使っております。改正する部分について、多く使っております。改正は会社法商業登記だけではなく、 処置法も起きてますしかも2年連続です2年連続ですし立ちが悪いのが例えば法律はこうなっているこれ法務大臣の職責としているけどこれじゃちょっとかわいそうだから実際には法務局長がやりますよとっていうふうに規則でひっくり返しているという部分もあります。となるとえいもうこれ今のテキストに手を加えるよりも 新しいテキストにした方がいいと思うんです。はい、ということでこの講座ではその書置法に関しては改正してるしない関係なくまずテキスト自体を渡します。でその上でここが改正してるよここで変わったからねということを指摘していくそういう講座をしていきます。で次ですが。 規則通達方法がつきますと商業登記細かい規則が今案として出ております印鑑証明の扱いとか印鑑をね届け出いない場合どうなるかとかそういった案が出ておりますまた改正が施行されればこうやって運用するよこういう登記簿になるよこういう添付書類をつけてねとそういった通達が間違いなく出ますでそれが出次ない。 歩行を行いますご自身で通達が出た規則がどうなったその情報集めをする必要はありませんこちらの講座だけでこの改正内容については大丈夫ですはい。で最後になりますがこの講座 何回でいつ頃配信するかだけ確認させてください90分のこう買い物が3回になりますまずこれが1月22日に配信されますそして通達フォロー講義これが規則案あ規則の案が確定するまた通達が出る両方出しないフォロー講義をつけていきますこういう日程で行おうと思っています改正からは絶対に逃げられない司法書士試験ぜひこの講座を使ってコンパクトに 改正を勉強してくださいこちらの動画は以上です最後までご視聴ありがとうございました